要するに他の人の番号もしくは先ほど脱落した2人の番号を宣言すればセーフということです。ただし自分に来る可能性もあるので自爆の可能性もあるんで十分気をつけてください。まずは上村さん、はい、番号宣言してください、うん、2番で。さあ誰に来るんでしょうか。1人目の脱落者はこの人だ。平岡さん脱落でございます。上の光怖かった。ライティングがめっちゃ来ました。飛び跳ねるぐらい、もう手が一瞬自分のもんじゃなくなりました。怖い、恐ろしいですね。怖い